感じで噂のやつですよね。はい、そうです、はい、すごい嫌そうな顔したね。怖みたいな顔になりましたけど。ドラマなんですよ、ちょっと。ドラマなの、ちょっとね、いろいろ怖かったから。そうね、そうね。理科ということなんですけど、私たちのですね、ナインティナインが主題歌に、抜擢いただきました、うん、理科リバースの方ですね、ドラマがこの間までやってたのでございますけれども、うん、映画がですね、6月に公開ということで、ありがとうございます。というわけでですね、理科、まあ、作品はね、まだ見てないよということで、多分ちょっとあの理科の説明をしたいと思いますけれども、はい、映画、理科自称28歳の純愛モンスター、もうこの時点でやばい、自称やばい、この時点でちょっとね、香ばしい香りですよね。の主人公の天宮理科さんでございますけれども、女は28歳結婚し家庭に入るのが一番幸せと信じる永遠の28歳、うんうん、で乙女のような純粋さを持ちながら愛を求める、愛を求め恐るべき犯罪を遂行してしまう、うん、なんだろうね、どこから突っ込んだらいいか分かんない。そうだね、うん、確実に28歳で家庭に入ってするのが幸せっていう、私今年は負けそうです。相手はこれからです。時を止めてください。はい、お願いします。美香子さん来年ですか。何今のこと。というわけでですね、映画美香子ですね、他に合わせまして、あの制作スタッフさんの側からベイキーの理科とは、はい、一体どれくらいなのかという、調査をしたい。え、ミカム。そう。だからあれにサイコパス診断みたいな。ああ、そういうことだ。こういうね、ご連絡をいただきましてですね。で、今回3つのミカム診断が不自然ですね。お手紙。こういうのって写真がね、はけてるんよね。大体は。はい、早速ですね、ミカム診断やっていきましょう。ですね、早速リガード診断、はい、1個目から開けていきたいと思います。お願いします。うーん、お、それでは第1問、はいはい、もしかしてストーカー、あなたのリガード診断束縛編。おー、はい、早速いきますよ、はい、ABCD4 つの選択肢がございますので、はい、その中から答えを選んでいただきます。あ、はい、だから ABCD 書けばいいです。あ、はい、はい、作ります。心理テストもね。そうだよ、心理テストですからね。いきます。白鳥の群れから1羽だけ離れた鳥がいます。その理由は次のうちどれでしょう。うん、 A 羽に怪我をした、 B 美味しい餌場を見つけた、 C 仲間外れにされている、 D 先頭を飛んで疲れた。おー、あー、なるほどね。 ABCD どれでしょう。あ、結構即決だわ。これね、あのこういうテストは、あ、一番最初に思い浮かんだのを考えると意味ないだろ、考えちゃダメなんですね。そう、はい、じゃあ早速全員一斉にテスト、はい、はい、せーの、ドン、ドン、 B、 B、 C、 C、 D。 気になる。怖い怖い。はい、というわけで、はいはい、C を選んだあなた、はい、仲間外れにされている、はい、リカード 15%。 おお、低いんじゃない。低い、いい確率。おい、待って、そっか、危ない危ない、みんなね、リアクション間違えてるね。ごめんなさい、ごめんなさい。あの低ければ低いほどいいんですか。あの 100%。 そうですよ、最高の数が低いんだ。はい、あなたはあまり束縛をしないタイプ、比較的オープンな性格で楽しく自由が、うん、自由にがモットーでしょう。うーん、おー、確かに。ですけど、なんか悪のイメージあるけど、ひなはなんかすいません。なんかめっちゃ話を出したりとかね。ここは肩から見るとあれれれれ、あ、自由だよね。これ朝ゲームです。自由が好きだよね。はい、もっとでしょ。束縛や嫉妬は自
分も相手も無駄に疲れてしまうだけ、なんとも思うため、あまり興味がないようです。恋人にとても寛大で、たとえ彼が浮気をしたとしても一度や二度くらいは笑って許してくれるわけ。サイコパスじゃないそれ。ちょっと待って、でもサイコパスじゃん。浮気許しそうなのは分かる。分かる。あまり束縛されたがらないので彼の方がいやキモッキーしてしまう。あなるほどなるほど、当たってるとこと当たってないとこですね。はい、じゃ続きまして D を選んだ私でございます、ね、はい、いきます、戦闘を飛んで疲れたを選んだあなた、リカード、はい、70%。 おお、まあ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 、あ、思ったよりね、低いな、上がるね。好きな人に自分のことだけを見てほしくて相手を束縛してしまうため、付き合うとその思いが重たくのしかかることになると言います。ただ彼にもその覚悟があるのなら、それはラブラブのカップルになる可能性があります。ただし恋人が裏切った時は家から出られないくらいで激しく束縛する。あと思い当たる節しかない。思い当たるところしかないな、これ。というわけで、最後 B を選んだ。お、 B、 B。これ、どっちで私が最後にしたの？それなんだよね。そうそうそう、だからね、一番食べ物好き人としで一番危ないかな。いやー。美味しい餌を見つけた B を選んだあなた、リカード！はい！ 95%！ あー！嘘！わけない。はい、いきます。あなたは束縛されていると感じさせずに相手を束縛する。怖い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 。まさに隠れサイコパス。相手に献身的に尽くしつつも自分がいないと生きていけないようにコントロールしていくでしょう。彼を魅了する技術に長けているため、自分といるとどれだけ楽しい時間を過ごせるかを相手に分からせて心の底まで魅了し、甘く束縛することができるでしょう。あなたの思惑に全く気づかずに支配できるので、ある意味相手の幸せなのが点点点点点丸って。おー、怖い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 けど、怖い怖い怖いけど、なんだろう、あの 70% の方がイメージが悪い。イメージが悪い。なるほどね。でもこの人は自分でも気づいてない。隠れ隠れじゃん、それ。隠れ隠れ隠れ隠し隠され隠れ。なるほどなるほどね。これがね、今からあと2回続くの、うん、やばいね。面白い。怖いね、これは。割とさ、結構うちら心理テストやったりもしてる、楽屋とかで暇だと。で、私ね、あのこれ MC だから今やってるんじゃなくて、楽屋でもこれやってる。楽屋でもこの役割だけど。はい、というわけで第2問は、はい、もしかしてメンヘラ？あなたの中のリカード診断、恋愛依存編。なるほど、ヘラかどうかが分かってしまう。やだー。はい、問題。次々と持ち主が変わっていく宝石を手に入れました。あなたはその宝石をどうしますか？ A 身につける。 B 売ってお金にする。 C 金庫に保管する。 D また着壊す。はい、選んでいただきたいと思います。
はい、はい、はい、いきます。売ってお金にするを選んだあなた、私ですね。これね、私でもね、あの予想通り、おリカド 40% でございます。あなたは人間関係のバランスを取るのが非常に上手なタイプだと言えます。例えば彼におごってもらったら、給料日後に自分も彼にご馳走するなどして、お互いに負担がかからないような付き合い方をするでしょう。はい、今株が上がっております。ありがとうございます。お願いいたします。はい、依存することもされることもなく健全な付き合いになるはず。でも根がロマンチストな、あなたなので、どちらか一方がバランスを崩すと関係がぐらついてしまうかもしれません。おめっちゃ良くない？いい ね、 ねめっちゃ良くない、ね、しかもロマンチスト、ね、いいじゃん。いいイメージないじゃん。ほんと？いいイメージ今んとこ、アキナのイメージすげえ ね、 ね、ちょっと嬉しい、ね。じゃあ、いい、ね、D を選んだら、お二人、気になるよね。気になるよね。はい、はい、叩き壊すを選んだあなた、リカド 70%。 あー、さっきの同じだったっけ。いや、怖いよ。さっきの95。ちょっと待って、やばいぞ。やばいぞ。彼との関係をリードしているように見えて、何かショックなことがあると途端に彼にべったり依存してしまうことも少なくありません。でそんなあなたに彼はびっくり。普段から、本当のあなたを見せるようにしておけば、彼もあなたに理解を示してくれるはず。勇気を出して弱さをさらけ出してみましょう。なるほどね。なるほどね。前半のさ、その自分のことをよく分かっているタイプっていうのはすごい確かに。確かにだね。なるほど。それでは最後。でももう一回最後。はい、C を選んだタキちゃん、はい、リカド 100% です。おーやばやばいやついるぞ。、うん、あなたは日頃は慎重派なだけに、恋に落ちると恋愛こそが人生のすべてだと思う。それ自体は美しいことなのですが、思い詰めすぎて彼に重い女だと思われてしまうことも。まず読むの気まずい。彼なしでは生きていけないという考えを捨てて、彼がいなくてもへっちゃらくらいにならないといずれ悲しい結末が訪れる。別れたら生きてる意味がないなどと修羅場になりそうな予感が。恋にはバランスが大切なのです。なんてよ、バランスね、大事よな。バランス大事ってことありますか。で、ここにね、さっきはなかったやつが書いてあるんだよ。あのね、恋に依存しないために必要な、3つの J っていうのを知ってます。自分の趣味、自立心と、じゃあラスト、みかこさん J。 はい、自信。だと思うよ、自分を愛してあげたらさ、結局自分の人生あなたのものだから、私の人生は私が主役だから。ずっとびっくりした。それでは、はい、最後は3問目いってみたいと思います。隠されたブラックな一面とは、あなたの中のリカード診断、心の中の闇編。やだー、あーなんかやだーね。まあ誰がね、闇深い系女子かが分かってしまうし。問題、夜眠っているとなんだか胸がザワザワ。さてその理由は次のうちどれでしょう。何者かが窓から覗いている。 B、 絶対に許せない人物。 C、 ベッドの下に誰か。 D、 翌日嫌な人物がある。うわー、うわー、そうね。大丈夫ですか、決まりました。はい、はい、一斉に出していきましょう。せーの、ドン。足 A、
D、C、C。うわーい、やだな、私も一緒。やだ、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 これがね、結果、どうやってつながってくるのかという感じでございますけど、ね、A からいきます。おぉ、はい、よかった。A を選んだあなた、あ、理科度。75%。高いね。あなたは客観的にはとてもいい人かもしれません。しかし、その心の裏には、相手をかわいそうと思うことで、自分のプライドを保っている事例があるようです。さっき。あれでしょ、恋愛に依存して、なおかつ人下げて、裏を払うでしょ。やばいね。やばいぞ、やばいぞ。さっきのやつやばいね。さっき今回あれかもしれないね。イメージダウンかもしれない。私がいないとダメだねから、あの子って何もできないんだと頭の中で相手の価値を値踏みして、自分に都合よく変換していくところが、ブラックな自尊心を保つためにプライドね、自尊心、ブラックなプライドを保つために相手の世話をやることも少なくないでしょう。なるほど、自分のプライドのためにでもそれは相手にとっておせっかいであることも知らないタキちゃん、今までのなんか、私やっとくよとか、全然いいの全然大丈夫とかは、そう、あ、悲しい、そうばっか、そうばっか、悲しい、ガオガオ、やばいやばい、やばい、こいつナチュラル狼だったよ、そうだよ、ナチュラル狼が一番ダメでしょ、やばいね、なるほど、75%、はい、続きましてじゃあ D を5%。 はぁ、何言うの、怖い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 、聞いたよ、はぁ意外だった、びっくりした、はい、自分に特別な才能がないかもと感じているあなたですが、外見やセンスには自信を持っている様子。なるほどね、まあそりゃね、角度できないわよね待って待って、あんなさ、180%飛んでたんじゃん回せないわ、やだやだやだ、はい、ということで、友達が、恋や仕事で成功したとしても、あの子より、私の方が綺麗と容姿をこき下ろし、自分を安心させるようです。よくなかったね、パーセントまでだね、だからパーセント低いのによく言ったよ、が永遠のものではないとよく分かっているあなたなので、特に年下や後輩の同性に対する当たりがややきついかもしれません。おお、美意識が高いのはいいことですが、神経質になりすぎるとトゲが立つので、なんかちょっと待って、やだ女、やだ女、やだ女、え、当たり強いの、え、大丈夫、なんか意地悪とかされてない、してないよね、してます、え、大丈夫です、タキ大丈夫、大丈夫だよ、というわけで C を選んだ私たちでございますけれども、どっちなんでしょうかという感じですね。あ、そっか、そうですよ、どっちかっていう、リカード、はい、100% やべえ、やばい、200% やばい、200% なんかここやばいよね、そうね、そうね、そうね、こっちサイドだね、実際にね、はい、というわけで、あなたは周囲の人に対して自分より能力がないのだと確認して優越感を得たいと思うタイプ、自分はあの子よりも優れていると認識しており、そこから来る余裕を優しさに変えているようです。おー、まあ、確かにそれはそういうとこあるよ本来はみんな違っていて、みんなそれぞれいいと分かっているはず、しかし自分がその他大勢に埋もれてしまうのが怖いため、自分が特別な存在なのだという認識を持ち続けたいのかも、でも無条件の愛もあることを覚えていきましょう。なるほど、あ、でもこれ私は当たってる、やだ、多分だけど結果発表なんですけど、はい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 、あのもう立っちゃってる、立っちゃってるから、ね、
第5位。はい。90%。ひなさん。イエーイ。意外だね。多いなのは意外。意外だけど、なんか心理テストの答えちょっと合ってたから嬉しかった。なるほど、うん、安心しました、うん。一番最初以外はちょっと当たってたかなっていう。ああ。じゃあ第4位。155%。あ、ちょうど。ここはね、順調にね。うん。割となんか、あの、言ってることは言ったよね。ああ、当たったよね。うんうんうん。アキラ一番当たってたかも。一番当たってた。210%。結構上がるね、9。あ、90ね。9上がった。155から210%。まだ不思議。イエーイ。やっぱりね、リーダーなもんで、間を取っていこうという。もっと高いと思ってたね、うんうんうん、意外な2人がだから残りました、なんとですね、1位と2位の差 5% です。え、近しかないね。そう、圧倒的なのかなって思ってたら、うーん、命かな、うん、思ってたんですけど、第1位170%、たくちゃんです。自己紹介で本日は終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が面白かったと思った方は高評価とチャンネル登録お願いします。浜宮滝です。違う違う違う、お前の手口は分かってる。どうやって殺すのかも、どんな心理で殺すのかも。私は幸せにならなくちゃいけないの。永遠に幸せに暮らすの。あまりな、待ちなさい。人間じゃねえな、モンスター。死ねばいい。リカ、自称28歳の純愛モンスター。リカ、なに